いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、高木さんのホースの角度を90度に変える G069L 型コネクタを取り付けていきたいと思います。ね、なんでこれを取り付けるかということなんですが、今ねここねもう水溜まってますけれども、これね高圧洗浄機ちょっと回してみましょう。こんな感じで回すと、はい、ここからねちょっとね水がねポタ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 こんな感じで、はいね、少し漏れちゃうということなんで、これをねつけることによって少しか、ここにね負担がなくなるだろうということで、ちょっとねまずこれつけていきましょう。はい、ではねつけるにあたってまず水をしっかり抜きましょう。はい、蛇口、はい、止めますね、止めます。はい、そして止めたらまずね中の圧抜いちゃいます。スイッチね入れたままでいきましょう。はい、ねこんな感じで、はい、水がなくなりました。なくなったらねこう抜いちゃっても、はい、大丈夫です。はいね、前回ねこちら新しいのに取り替えたんですが、取り替えてもねやはりこういう風に無理がかかる場所にはちょっとね難しいものと思われますね。ね、前回もちょっとね畑で、これがこの部分がね割れちゃって外れて、ね、まあ、大量に水が、洪水みたくなっちゃったよということがあるんで、ね、はい、まずねこれはね常に新しいものにしておくのが絶対いいと思います。はい、では、ね、取り付け説明書はちょっと見なくてもね皆さん大体こういうものは分かりますよね。はいね、あ、ちょっと順番間違ってましたね。ここですね、先にこれ、はい、入れました。でこいつを入れる。はい、順番間違ったらダメですね。はい、こんな感じでまずこっち側のねL型いっちゃいましょう。この辺まででいいと思いますね。ここまでまずはめて、そしてグッと回していきましょう、ね、本体ねこう L 型になってるからちょっと回しやすいですね。よいしょ、よしよし、はい、まずねつけていきましょう。はい、いきます。ちょっとね一回これでやってみましょう。どうでしょうかね。まずここね水ポタポタくるか確認していきましょう。では、はい、スイッチはね入れっぱなし。なんかいいですよね、無理な感じがしませんね。いきます。はいね、今ちょっと水足りなかったんで、はい、どうでしょう。すごい、水が一切漏れてません。これはね交換する価値絶対ありますね。ね、ホースに、まあ、あの負担がね無理な負担あのかかりませんので、これ絶対にいいと思います、ね、先ほども結構な水出てましたよね。はい、ということでね、じゃあこちらもどうなのかということで、これもねもともとはこんな感じでやってたんですが、まあここのね部分もちょっと古いので、これもついでに取り替えるということで、ちょっとねやってみましょうね。まず水は抜きました。はい、ではねこれもねちょっと結構汚いですよね、汚れてますよね。はいね、これもね状況により割れちゃうこともあるでしょう。ちょっとね予備の新しいのがあったんで、はい、ちょっとねこれ外れてはいるけれども結構な力がいるかな。はい、ではね引っ張りましょう。はいね、こういうことがあるんで手袋はね履いた方がいいでしょうね。はい、
大丈夫、はい、怪我はしませんでした。ではね、はい、こんな感じで合わせていきましょう。はい、均等にいきますよ。ね、これ電動なんでね、すごく楽ですよ。はい、こんな感じで、あとはね、手締めしていきましょう。はい、ね、これ思いっきり締めなくてもいいと思いますんで、本当にちょっと止まってればいいかなと。あんまりね、締めすぎるとこれがちょっとへこみますんでね、この塗装工がね。はい、あとね、モンキーも持ってきてるんで、この辺もちょっと負担かかってますんでね、ちょっと締め込んでいきましょう。よしよしね、こういう時についでにいろんなところ、ここもやっちゃいましょうかね。はい、よしよし、はいね、こういうところもついでに、あー緩んでますね、結構緩んでます。はい、緩んでるとまずいんでね、これはしっかり締めましょう。はいね、こちらは逆方向、はい、いいですね。ちょっとね、あまり締めるとちょっとこの、ハンドルがねきつくなるというのがあるんで、はい、ではこれね、こちら新しいの開けちゃいましょう。ではこんな感じでね、アプローチ取り付けどうでしょうかね。ね、こんな感じでいけばホースに、まあ、もともとね下から行ってこうぐるっと行ってるんで無理なことはないんですが、ちょっとねあまりいいことではないでしょうこれね。はい、ではね、これホースの長さ、ちょっと考えた方がいいかなというのはですね、はい、ここにね固定されているということで、これがね動かないという利点がちょっとあるんで、この際コースを切って、ここでねこういう感じでね、より固定しやすい、固定する状態、たまにねこれ思いっきり引っ張るんですよね、引っ張ってあれするときに、まあちょっとねこれが倒れることもありました。なのでこの際ね、これ今完璧ですよね。ね、こんな感じでホースを接続するとね、はい、これで倒れないですよね絶対ね。ということでね、この辺でちょっと一回切っちゃいましょうね。はい、ではこの辺なんてどうでしょうかね、行きましょう。はい、まっすぐな方がいいんでね、ちょっと修正しましょう。はい、ではね一回こちら外して、まあここね通せるんで、一回こんな感じで、はい、先にこれを通して、そして次にねこれ行きましょう。はいね、ちょっと角度が悪かったですね。よし、はい、こんな感じでね、はい、ホースがしっかり奥に当たるように、まだですね、はい、いいですね、こんな感じで締め込むといいと思いますよ。よし、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 はい、
ではつけていきましょう。はい、どうでしょうかね。素晴らしい、素晴らしいんじゃないでしょうかね。ではちょっとね、まず水出していきましょう。はいね、この部分も全然無理かかってませんし、ではねちょっと回していきましょう。はい、水漏れはありませんしね、仮にこれホースを引っ張る時もね、はい、大丈夫じゃない、大丈夫じゃないでしょうかね。これねちょっと当たる程度なんですがね、問題ないでしょう。ちょっとねもうちょいこっち側にしてればよかったのかなと思いますけど、まあ全然いいでしょうね。はい、ということでね、素晴らしいものというかね、もともとねちょっとあったんですけれども、こちらのね L 型、ね今回、ちょっとね水漏れがちょっとひどいかなと思いましたんで、ちょっとねやってみようということで動画撮ってみました。ちょっとね手当たるかもしれませんけれども、まあ普段はねちょっと、伸ばす状態ではないんで、これで全然いいのかなと思いますね。水漏れはしないっていうのとね、こちらもねちょっとロックがしっかりかかるということで、はいね、素晴らしいものなんですが、まあ当然ね年数経ってくるとここにも無理かかって、これ自体がちょっと割れちゃう可能性もあるんでね、こちらのね高木さんの製品はとても素晴らしいものだとは思うんですが、やはりねちょっとプラスチック樹脂製はのものは割れちゃう可能性があるんでね、ちょっとねこれも定期的に交換されるのがいいかなと思います。はい、ではね以上、ご視聴ありがとうございました。